翼エラ類、または、ふさカツぎ類は、反作動物の一群で、生肝の中に住み、軍隊をなし、小虫は、触手の並んだ、触手腕を広げて、餌を取る、ごく小型の動物である。ふさカツぎ類は、ごく小さな動物で、その本体は、せいぜい数ミリメートルでしかない。集合体か軍隊をなし、個々の動物体は、自らが分泌した生肝の中に潜む。 ただし生涯を持たず、単独生活をする種が一種のみ報告されている。動物体はほぼ卵型をなし、頭板、首、あと体の三部からなり、あと体の後端からは、柄が伸びる。首の部分からは、触手でがたいをなして生じ、その上には、細かな触手が並ぶ。消化管は、頭板と首の間の口から、五体部に伸び、そこで、有事に曲がり、肛門は、 ご体部前端近くにある。エラ列は一体のみ。ただし、これを書くものもある。反作動物にはもう一つ、超エラ類があり、これは細長い長虫状の動物で、この群とは外見が全く異なるが、構造の基本は共通する。発生は直接発生的だが、詳細は研究が不十分である。原生種は少なく、容易に観察できるものではないが、 古生代より知られる不一種類を本群に含める判断もある。動物の本体部は、せいぜい数ミリメートル程度の小型の動物で、軍隊を作っているか、または集合体を成している。体の構造は、反作動物の基本構成として前体、中体、あと体の三部からなる。本群では、全体部は、頭板と呼ばれ、立て形か、あるいは円盤状をしている。 この部分は柔らかくて、よく変形し、ここで静管に吸着して、本体を固定し、あるいは移動の際にも役立つ。またコラーゲン用の物質を分泌し、これは静管を作るのに用いられる。中体部は、頭板から、滑らかに移行し、ギボシム種類に見られる、フンブと襟の間のような明確なくびれはない。中体部は、首と呼ばれ、ここには体をなす、細長い突起があり、 これを触手腕と呼ぶ。触手腕には多数の細長い触手を持つ。五体部は体幹と呼び、前方の丸く膨らんだ部分に消化管などの内臓が収まり、この部分を体幹主部という。その後端からは細長い紐状のものが伸びており、これを掴部という。掴部は筋肉質で伸び縮みができる。また軍隊性のものはこの掴部で互いに連絡している。 口は首の腹部側にあり、頭板の後端に覆われている。肛門は体幹主部の前端近く、その背面に開く。エラ列は体幹主部の前端近く、その背面に口を開き、その口は長円形をしている。エラ列は1体のみで、これを書く群もある。また、生殖口は肛門のやや前、首の後ろの位置にある。内部では、 消化管は大きく U 字型に曲がる。塚部の中には体管の体構が深く入り込んで中空となっている。カシラには全体部の体構であるフンナイクがあり、背側に昇降があって外部に通じる。中体部の体構であるエリナイクは一体の昇降で、外部に通じ、また触手腕の中にも伸びて触手に至る。すべて海産の動物である。全世界の海から知られ、 主に水深50メートルより深い海底に生息するが、長艦隊付近から知られる種もある。カキのようにツカブで、質が増殖し、集団で生活するものがほとんどである。エラナシフサカツギ族ではツカブから発達した、ソーネにより栄養的につながった軍隊をなし、エラフサカツギ族では、寒天出樹上の生還に住み、小虫の間に有機的な連絡はない。餌を取るのは、 触手でを使う。そこにある繊毛を使って、水流を作り、流れてくる微小プランクトンを粘液で吸着して食べる。餌を含む粘液は、首表皮の繊毛によって、触手での基部から首の表皮を経由して、口に運ばれる。無性生殖は、殻の部分で出芽をすることで行われる。有性生殖では、死有遺体であり、受精は、 卵巣の中で行われると思われる。知られている範囲では、産卵された卵は、生還の中で発生を進め、卵形の減長灰の段階で孵化する。この段階では口も肛門もなく、体表には短い繊毛が一様に生えており、これで移動し、肺回ることができる。種によってはこの段階で数日にわたって移動することも知られ、その後に基板上に固着し、 生涯を形成しながら生体の構造を発達させる。このように特別な要請はなく直接発生的である。超エラ類とともに反作動物門を構成する。この類の大きな特徴としては体が全体部、中体部、五体部の三つに分かれそれぞれに対抗がある。超エラ類ではそれぞれフンエリ体幹と呼ばれるが本群ではそれらのうちフンは 扁平な盤状になって頭盤を作り、体幹は、その大部分が短くまとまって、内臓を収めるも体本体部になって後方につか部を作るように変化した。また襟には体を成す触手腕が生じた。このように考えると、両者の体勢は同じであることがわかる。ただし本群では、エラ列はあっても一体のみで、これを書くものもある。また超ラ類の分内にある。 消化管前端の壁が硬化して突き出した口毛管があり、これはかつて石作と騒動であると考えられたもので、あるが、本群ではこれは前体部と中体部の境目にある。なお、古生代の化石動物として知られる筆石類は、小さな部屋が多数並んだ構造の骨格の形で、知られ、軟体部は不明だが、その構造や成分などから本群との類似性が指摘される。 筆石綱として独立させる扱いが行われるが、本軍に含める判断もある。構造としては、化石種では法と呼ばれる小部屋を持つのに対して、原生種では生還であって法は形成しない。世界に約30種が知られ、3属に分ける。これをさらに2科に分けるが、目のランクでも分けるべきとの説もある。以下は西村による。日本では2属3種が知られているが、研究は、 進んでいない。種名が判明しているのは以下の2種のみである。ただし、エノコロフサカツギについては、実は聖寛に住む者がたまたま抜け出た形で、発見されたものではないかとの疑念を向ける向きもある。他に、エラフサカツギ族の渚エラフサカツギが、琉球列島の長官隊で発見されているが、これは未だに種名が確定していない。 他に21世紀になっていくつか採集されており、それらは未だ種名が明らかにされていない。それらについては、江ノコロふさかぎとの関連で研究が進められている。以下、主として、西村編著、P498、岡田ほか、P100 不残ほか、P391 西村編著、P498 不山ほか、P391 西村編著、 P498 以下、主として、西村編長、P498、岡田ほか、P100 西村編長、P494 以降、福田、P494 から498以降は、西川。ありがとうございます。